熊本から世界へ羽ばたけ、未来を切り開く若き挑戦者たち。最瞬間誓約書、ミラクルジェネレーション。水中を走り缶を回収するロボット。このロボットを製作したのが三船高校電子機械科のマイコン制御部ロボット班チーム三船子。去年8月に行われた水中で缶を制限時間内にどれだけ回収するかを競う水中ロボコン全国大会で初出場ながら優勝する快挙を成し遂げました。水中ロボットに初出場で優勝できたのは、1年生の頃から3年間陸上のロボットを部活動で毎日取り組んできて、そこで培ったノウハウを生かすことができたからだと思います。陸上のロボットはしていたんですけど、水中のロボットは触ったことがなくて、貴重な経験を得られたかなと思います。こう回してカンカンを挟み込んで中に吸い取るっていう機構になっています。陸上とは違い、水中ロボットならではの製作の難しさも。浮力が強すぎると上にばかり上がってしまってまっすぐ進まなかったり、さまざまな問題があって、なので、この2つを回して上に行って浮かぶ、下に行って沈む、で右と左についているプロペラを使って前進、後進、右左を調整しています。この4つのプロペラをこのコントローラーで使い分けて動かすことによって、水中で自由自在に動くことを可能としています。水中ロボットの設計、組み立て、操作にとどまらず、独自の部品製造も行うチーム三船子。一から設計をして、学校にある 3D プリンターを使って形にしています。平面の形を作って、それを押し出しで立体にすることで形にすることができます。トライアンドエラーを繰り返して、できるだけ軽く強いものを作っていきました。いざ何か取り組もうというふうになったときは、もう長い時間ですね、失敗しても諦めないで、ずっと粘り強く改良を繰り返していくっていうふうなことをやっています。未来を支える技術者の卵、チーム三船子。夢を叶えるパワーワードとは。適材適所です。それぞれの得意なことを生かして、より良いものを作っていくことが大事だからです。未来を切り開け、ミラクルジェネレーション。